今から予算委員会に行きます。本日は女性の受信機が、この通路は実は安保闘争の時に国会の議事堂に国会議員が行けないから作られたと。この通路毎日毎日やってますけど、今日はちょっと特別な気持ちで会いたいと思います。これ聞こえてんのかな、これ、ね、聞こえてます。こんにちは。予算委員会の質問お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。予算委員会に質問に立たれる先生というのはどのようにして決まるのでしょうか。あ、これは結構突然来ます。先輩方から、予算委員会の関係者の先輩方から、適切な人か、どういうことなのかそこは分かりませんが、突然やってきます。で、それに答えるんですけども、全力で全うできたかなというのは、直前に来ることもあるんですよ。前日とか前々日に。で、そうなると結構準備をもってほとんどできませんが、今回は結構時間をいただいて、この質問いただ案内いただいたので、準備ができたということでありました。じゃあワクチンと外交安保問題について質問されましたが、まずワクチンのテーマに選んだ理由を教えてください。これ結構予算委員会って、好き放題自分の思いを言ったっていいんですけれども、やっぱりこう我々の仕事ってああいう、予算委員会っていうとこもあるんですけども、その中身ってどこでやってるかって言ってほとんどが党内なんです。で、今例えば私自身はこのコロナのワクチンの仕事、これ、結構主にやってます。で、そのワクチンのワクチンというかコロナ本部っていうのが党にありまして、でその中にワクチン PT とか情報戦略 PT とかいろいろあります。で、 PT っていうのはプロジェクトチームですけど、私は情報関係のそのプロジェクトチームの事務局長をやっているので、その会議やると先生方がわーっといろんなことをおっしゃるんです。すごくいいご意見をいただきます。それを例えばこれだと、この事務局長としては役所に根回しをしてですね、これでできるかできないかとか詰めて、できないって言っても本当にできないのかみたいなことまでやって、でちゃんとしたこういったまとめにして、それ正式に政府に求めると、こういう活動をずっとやってます。ここほとんど皆さんに伝わらないとこなんですけども、こういう背景があったりするので、その予算委員会で例えば質問が当たったら、これある種誰もこうみんなができるわけじゃない。特に与党の場合はほとんど当たらないんです。計算すると実は10年に1回しか当たらないみたいなことに実はなっちゃってる。なので、あれ、質問に立てる、特にテレビ入りで立てるっていうのは極めてありがたいことなんですけど、こうやって先生方の大勢のね、国会議員の先生方の思いもやっぱり乗せて、いきたいなと思って、ワクチンの話を、まずは何をやったかという何をやったかというと、最初が今河野大臣とか小林文明さんという、私の同期ですけど、彼が、補佐官になりましたけど、あれはワクチンをこう例えば配分するじゃないですか、各地に。で、接種をするんですけど、今までは、そこまでである種終わりだったんですよ。で、じゃあ、どういう状況で接種されてるのっていうのがいまいちわからないというか、すぐにはわからないシステムだったんです。で、最長、その接種してから3ヶ月ぐらいで、ようやく政府が把握できるっていう仕組みだったので、いや、それじゃちょっと対処できないよねっていうことで、政治の中で、党の中で、ね、盛り上がってきて、で、新しいシステムを作ろうという話に結構なりました。で、ここにも書いてるんですけども、それをまず1番目質問して、で、2個目はやっぱりその中で、これもこの中に
書かせていただいているんですが、あのやっぱこうワクチンばっかりにスポット当たるんですが、例えばその針とかですね、あの、まあ、細かいんですけど、このいろんなものがあるんですよ。冷蔵ボックス、あの現地行ってもちろんあのデュープフリーザーって冷凍庫って皆さんご存知だと思いますが、この他にそこから分配するための冷蔵ボックスとかですね、あのシールとかですね、本当細かくいろいろあるんですが、これ結構大規模な調達になるので、果たしてこれ安定供給に向けてあのうまく動くのかっていうのを質問したしました。ワクチンナショナリズムについても言及されていました。お、はい、これ結構皆さんもこれはご存知だと思いますが、 EU が輸出禁止しましたとか分取り合戦みたいになりつつあるんですね。でこれはちょっとよろしくないんです。でこれ本当はこれ GAVI とか WHO とか、そういう国際組織で、まあ、この調整をしていく、ことになってるんですけども、まあ、いまいちちゃんと機能してない部分があるので、やっぱりこの政治、国際政治の中で、日本が先導してやっぱり国際、的なその枠組みをちゃんと決めてほしいという、こういう話をさせていただきました。あの河野大臣から、よし やるぞという話はいただきましたけどね、何とかしてほしいですよね。これはこの今回の中国 その国内法の成立、制定というのはちょっと看過できない部分が、例えばこれ尖閣諸島周り、これめちゃくちゃ入ってきてます、毎日のように。